イスクラ作戦は、独ソ戦中の1943年諸島、ラドガコ南岸において展開されたドイツ北方軍、集団第18軍と、ソビエト赤軍レニングラード戦線及び、ボルホフ戦線との戦いのことである。1941年9月8日、シュリッセリブルクの町が占領されレニングラード包囲網が完成してから、包囲を突破する試みが何度もなされた。 1942年1月7日から7月12日には、ルバニ作戦でソ連側は攻勢を続けたが、第2打撃軍の壊滅で終わった。そしてセバストポリ包囲戦を終えた第11軍の大型工場砲、スペインからの反競技勇軍青師団が、レニングラード全面に展開し強襲占領を目指した。10月6日まではソ連軍の方が、 構成に出たが、大きな損害を出し、包囲解除の4度目の試みは、失敗に終わった。しかし、ドイツ軍は強襲占領の構成に移れず6万人を、戦死、または、捕虜として失い、飛行機260機、戦車200両、砲、迫撃砲600門の損害を出した。ラドガコの氷上を走る、包囲されたレニングラードへの、命の道ゴボロフ中将が、 作戦計画を立案し、それまでの構成の3倍2000盲以上の方を用意し、新設第67軍がレニングラード戦線に補充された。クリメント・ボロシーロフ元水やゲオルディ・ジューコフ元水が調整役として派遣される中でネバ川の氷結が完全になるまで作戦は延期された。1943年 <laughs> 1月12日9時30分。 4,500も以上の方の2時間前後の準備放火の後レニングラード・ボルホフ戦線の両方から部隊が進撃を開始した。ドイツ軍は激しく反撃し、ゲオルク・フォン・キュヒラー・ゲンスイは、シュリッセリブルク守備隊に最後の一兵まで戦えと指令したが、1月18日10時30分、シュリッセリブルク南東5マイル労働者村ナンバーワン、付近でレニングラード戦線の 第123狙撃兵士団が、ボルホフ戦線第372狙撃兵士団第1240、連隊の一部と出会ったことにより、レニングラード包囲は、突破された。戦いの結果、ソビート連邦軍は、レニングラードへの地上領土連絡を回復し、鉄道輸送が再開され、包囲網が、部分的に解除された。しかし、ドイツ軍の砲爆撃は続き、 行為の全面的解除は1943年3月までさらに1年以上かかった。ありがとうございます。